はい、どうも、まじまです。今回も独音の実況をやっていきましょう。今回のステージはエントランスというステージです。今回はそうですね、ギミックがこれすごいんですよ。見てください。はい。上と下がこれ、重力反転装置みたいなのがあって、これで入れ替えました。はい。ちょっとこれ見づらいかもしれないですね。人によってはちょっと酔ってしまうかもしれないんで。はい。そういう時はまあそうですね、画面をね、上下ひっくり返してみてもらうしかないですね。はい。はい、ちょっとね、僕もね、これね、はい。ギミックすげえなと思ってやってるんですけど、ぶっちゃけ操作性がね、スマホでやってるんで、はい。ちょっともうちょっと大きなスマホを買わないといけないですね、これ。まあ、この針の上に箱を落としてあげて、先に進むって感じですね。はい、ちょっとこれね、はい、そうなんですよ。下からじゃなくて、これ上から進むんですよ。で、姫を絶妙なところで通してあげて、はい、先に進めるって感じです。はい。これでチュートリアですからね。はい、そう、先どうなってるのって話ですよね。はい。1面目から本当に。はい、ちょっと不安ですね。やっていきましょう。まず目がついた箱があって、まあ、ここで姫を先止めましょうかね。どうしましょう。ちょっとこの、陶器で入っているメイドがあるんで、まあ、イケメンものになって、まあ、ちょっとこの姫が本当嫌なんですけど、まあ、先に倒して、先に進めるようにしましょう。今回そうですね、箱がたくさん置いてあるんで、僕の苦手なこの頭を使うギミック系ですね。はい。前回はね、エレベーターで勢いで行けたんですけどね、今回多分ね、頭を使うシーンが多いと増えるんで、はい。多分長尺だと思います。そうですね、箱をうまく使って姫を橋渡ししたいんですけど、どんな感じでやっていこうかなーって感じですね。はい、どうしようかな。ちょっと、まあ、綺麗に並べたい。あ、そう。こんな感じでね、はい。上と下をね、変えて、重力で反転させてあげて、姫先に進めてあげるって感じですね。箱を随時動かしていて、はい。これ多分、おそらくこれ正規のやり方ではないと思います。はい。なぜなら美しくないからですよ。はい。箱をね、まあ、どうなんだろう。やってみて、はい。姫と、ドクロがこれ、鼻を通ってクリアなんですけど、この箱はどいてくれるのかな？あ、よかった、なくなりました。何事もなかったかのようになくなりましたね。はい。前回、そうなんですよね。まあ、気をね、変えて、まあ、気を変えて先にしましょう。これ、振り子がね、微妙に姫のところに届かないんで、この重力を反転させてあげて、まあ、上の画面からこの振り子を使ってあげて、行くって感じですね。これね、はい。見てると、これ、すごい、お前、まじますごいじゃねえかと思うかもしれないですけど、結構ね、簡単ですよ、慣れれば。得意とか言いながら何回か死んでますね、はい。ちょっと操作性ね、はい。このステージほんと独特なんで、やってると楽しいですよ。はい。見てると、めちゃくちゃ難しいんじゃねえかなと思うんですけど、やってるとね、結構楽しいですね。はい。ちょっとこのレバーをね、踏むと、まあ、コインが取れなくなるんで、おそらくこれは多分姫に踏ませたと思うんですけど、ちょっと危ないですよね。まあでもどうでしょう、やってみましょうか。これ取れた、よかった。この二段ジャンプもね、はい、コイン取るのによく使うんですけど、自分でやってて慣れてきましたね。ほんとこれ怖いですよね、姫からしたら。重力反転して、はい、こんな感じでって感じです。ちょっと高いところ買ってたんでダメージ食らいました。ちょっとここは気を抜かない方がいいですね。はい、最後まで、はい、冷静にやっていきたいところです。前回からもう姫は本当に大砲乗ったり、振り子乗って重力を反転させられたりとか、散々ですね。はい。ちょっとまあ、これで、今ちょうど8面目クリアして9面なんで、なんか、ちょうど半分くらいまで来てるらしいんですよね。やっとこ、まあ、ここはちょっと気をつけたいですね。はい。鉄板が熱くされちゃうと、はい、死ぬので、はい、気をつけたいですね。ちょっとまあ、これはいいのかな。道の間にこう動かしていって、まあ、コイン取りながらっていう感じですね。船が焼けちゃいましたね。ちょっと、はい。ここは気をつけたいですね。まずそうですね、クリアすることをね、目標にしてやっていきましょう。ちょっとね、簡単なステージだと思って、ね、やってるとね、本当にね、なかなか攻略できなかったりするんで、結構これ奥深いですよ、このゲーム。結構簡単にいけそうな面でも、コインが難しいところに配置しちゃったりだとか、逆にこう難しく見えても、さっきの振り子みたいに、
味覚さえ分かってしまえばいけるみたいな。今回もちょっと欲張りましたね。コインがね、目の前にあってね、どうしても取りたいんですよね。まあ後で周回すればいいんですけどね。はい、ちょっとまあそういうことはいいんでね、早く先に進みたいですね。はい、鉄板がバーナーで火で温められてるんで、はい、ぜひ恥ずかしいという称号をもらいました。多分これ担いで返せるとかで多分もらえるトロフィーだと思います。ちょっとこの上の公園気になりますけど、まあ無視しましょう。タイムトゥーリラックスです。はい、この面もクリアしました。このドラッグ、某ドラッグ絵のなんか祠みたいな BGM いいですね。なんかこう、なんか身が清められる気がしますね。まあ、適当なこと言ってんじゃねえよと思いそうなんで、行きましょう。上に、このインディ・ジョーンズの、ま、なんか丸いこの岩があるんで、これ使ってこの右の、はい、右のこの、右下ですね。右下の柱を壊すんでしょうけど、ちょっとこれどうやるんだろうなーって思いながら、道が途中で途切れてるんで、はい、これあのレバーの位置とか見てやってるんですけど、はい、まずここのレバー引きましょう。それやめて、はい、威力安定させましょう。なんかそこを動かすと多分おそらく弾が出てくるんで、ちょっと弾出すの後にしたいですね。はい、これを、はい、こっちレバー引くと、あ、なりましたね。道ができました。で、そうですね、姫をどっかに危なくないところに寄せたいですよね。ちょっとでも軌道が気になりますね。ちょっと軌道見ましょうか、弾の軌道を。ちょっと奥のレバー引いて、ちょっとどんな感じで動くか見ましょう。あ、しまった。救えなかった。いやーね、ほんとね。ごめんなさい、ほんと、正直言います。はい、姫を動かすの忘れてました。ごめんなさいね、ほんとね。もう一回やり直してもらえるのはほんと奇跡みたいな感じで。あんなのが来たらほんとひとたまりもないですよ。こうレバーを押すと、まあ、奥のこの、はい、これ、こちら動くみたいな感じですね。そうですね。まず通路を作ってあげたいですね。あ、通路を作る前に姫をどこにやるか考えないと、さっきの二の舞になりますね。姫をどうしようかな。奥に、まずもう奥に寄せたいですよね。奥に寄せたら多分、反転、スキル安定させた時にここに来るんで。上位が逆なった時に、まあ、道内にいるんで、それとは多分、この弾が当たらなくなるから、多分大丈夫だと思います。はい、レバー引きます。行きますよ。安全確認、よし。はい、無事破壊できました。そしたら、まあ、はい、ちょっと危なかったですけど、はい。姫が動いたら、はい、道ができたんで、ここも自分も行って、ドクロも行って攻略しましょう。はい、アバウトはハウです。やっと半分来ましたね。そうなんですよね。ギミックが今回難しいステージで、はい、今もカットしましたけど、そうなんですよ。あとタイミングですね。はい、今回、ね、これ苦手なんですよ、僕あの、これ。はい。すげえうるさいんですよ、これ。シャー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 めっちゃ音なるんで、はい。で、気をつけないと危ないですね。これ、はい。この、刃の動き見て、はい、姫を上下に動かすんで、ちょっとこれ気をつけないといけないですね。で、この目がついた箱で、この、今、ドクロ君が押した、この、スイッチ交渉をしたいんで、はい。おぉ、危ない危ない。箱をね、まあ、まず最初にこう、右側に寄せましょう。で、そうなんですよね。で、この、重力反転装置が奥にしかないんで、はい。ちょっとこれ、ギリギリなんですけど、はい。おぉ、ミナジャンプやりながら、これね、ほんと何回も失敗してるのはここなんですよ。ドクロ君の動きと姫の動きも気をつけながら刃の動き見て、はい、上下反転させるっていうのがなかなかうまくいかなくてですね。はい。ドクロがうまく避けても、姫がこの、刃に当たったりとかしていて、はい、何回も何回もやられたんですよね。はい。ちょっと今これ迷ってるのは、スイッチをこの目で押したのはいいんですけど、目のついた位置で押したのはいいんですけど、はい。最近攻めねえよってどうしようかなと思ってたんですけど、重力を反転させてあげて、まあ、姫を置いて、はい、奥に置いて、まあ、反転させた時に、まあ、奥に行けるような感じにしました。
なので当然やり直しですね。はい。ちょっと手間が増えましたね。ギリギリのタイミングで仕掛けていきました。ここも冷静にね、はい、フェンスの動きを見ながら船の悲鳴が聞こえなかったんでうまくいきましたね。はい、これですね、はい、こうしたかったですね。綺麗な流れですね。マイワッツはプリティフラワーです。この面も攻略しました。もうね、大攻略のタイムがね、もう2分台とかが余裕で出てきますね。今回はそうですね、爆弾を使うギミックのステージです。このおそらく赤いのがこのスーパー爆弾で、はい、さっきもやったんですけど柱を2つ壊せるんですね。スーパー爆弾で柱を2つ壊せるので残った1個をどっちかの爆弾で壊さなきゃいけないんですけど、これ気をつけないとこのスーパー爆弾が全部破壊してしまうんですよ。なのでここのバランスをねうまくやりながらって感じですね。ちょっと今失敗しました。今この配置だとね、あの目がついて石以外を全部ねスーパー爆弾で破壊してしまうんで、ちょっとやり直しました。ここ微妙にうまく調整してあげて、はい、半出しみたいな感じですね。はい、上下左右ではないか、上下見ながら高さ調整してあげてって感じですね。ちょっとこれ微妙にね目がついた箱が落ちないようにして、この赤チョークを引っ張ってあげて爆弾で破壊するって感じですね。うまくいくかな。うまくいけばほらこんな感じで爆弾2つ残ります。まあちょっとね失敗例も見せたかったんですけど、はい、流したくなってしまう上にこう動きがないんで、ちょっとこれ今、はい、早送りにしてます。そうなんですよ、これあの爆弾を1個奥に置きたいんですけど、はい、このね並び替えゲームみたいのがちょっと苦手で、僕ね苦手なんでちょっとこれ時間かかってます。奥のねこの柱を1本壊しただけなんですけどね、ちょっとねうまくやしてくれないかな。そうなんですよね、この高さねうまく調整するにはね、これ上のくぼみを使うんですけど、はい、こんな感じで半分だけこう乗せてあげるみたいな感じなんですよね。半分だけ乗せてあげるとこう高さが微妙に変わるんで、はい、それみんながやっていきたいですね。これはいいですね。まあ適当にやったわけじゃないですよ、決してね。はい、で爆弾をね奥に運んだんで奥のロストクを使ってあげてこれ破壊しましょう。奥の柱見えてるんだったらね、なんかいろいろやりようがあると思うんですけど、まあそこはゲームなんで気にしないようにしましょう。姫が動けるような高さで作ってあげてって感じですね。ああ、そっか、この段差でも姫は動けないので、はい、上にしてあげて、あ、ちょっとこれと気をつけないといけないですね。なぜかっていうと、こう、上下反転した時に、こう、姫が、下敷きになってしまうので、まあ、気をつけながらやるって感じですね。ごめんなさい、ちょっと、早送りにしたかって、僕も早くて、はい、話す必要ないんで、ゆっくりやっていきましょう。アークライトというです。3分かかりましたよ。はい、ここなんですよね。ここ、鬼門でした。これベルコンがまず手前にあって、奥になんか右のイヤホンからイヤホンしてる人は聞こえると思うんですけど、こいつがいるんですね。はい、今回のステージね、はい、見てください、こいつをね手前まで引っ張ってあいつで処刑するみたいな感じなんですよ。でこの死神くんは邪魔なんで、はい、やりましょう。死神くんをやりましょう。どういうことか話なんですけど、これ公式みたいんですけど、このセンスを持ってる敵本当に死神っていう名前らしいですよ。見たまんまじゃねえかっていうか、なんていうか自分のセンスがこう、なんていうかこのどこの世界に合ってるっていうのがちょっと嬉しかったです、僕は。このマッチョ君の名前なんて言うんでしょうね。はい、なんか多分甲冑なんとかっていう名前なんでしょうね。よくわかんないですけどね。うわー、気をつけたいですね。結構これリーチが長くて姫とかも遠くから一撃で始末してくるんで気をつけたいですね。はい、ここで、まあ、あいつは仕留めして、この、はい、時計道具の動き見ながらって感じですね。ここで、はい。ここで、来い。もうちょっと、まだ早いかな。ここで、はい、反転させてあげて、うわぁ！一気のタイミングでした。はい、振りかぶってました、思いっきり。で、ここで気をつけなきゃいけないのは、ベルコンで、に指名をこれ、下に持ってきてしまうと、逆なんですよ、流れが。なんで、思いっきり、こう、上のプレスされてしまうんで、ベルコンの流れをね、右側にしてあげるんです。
そうしないとね、姫を担いだときにね、右に進まないですよね。ここまで来てやり直すのはね、ちょっと嫌なんで、はい、集中しましょう。ほら来た、ほら来ました、一発で来ました。で、ここも気をつけなきゃいけないですね。なぜかっていうと、この技力反転させるの間違えてしまうと、姫がね、上から下にグザっていくんだよね。はい、ここです、はい。ここ引っ掛けですね。ここをね、使わないようにして、はい。ここです。姫が奥まで行ったのを確認してから、こう、下に下ろしてあげるって感じですね。だいぶね、はい。なんていうか、姫に気を使えるようになりましたね。はい。まあそうなんですよね。はい。ここも骨が折れました。そうなんですよね。ここがね、一番最難関のギミックでした。確か4面でですね、4面が一番難しいギミックで頭使う場面だったんですけど、ここはおそらくその4面をしのぐという言われても過言ではないぐらいの難しいステージでした。正直言うとね、攻略見たんですよね。はい、はっきり言っちゃいますけど、攻略見ました。見たけど分かんなかったです、はっきり言って。なぜかっていうと、はい。上下のこの重力反転の動きと箱の並びの関係があるからですね。やっぱりこのギミックっていうのは、この文字とかで見ては分かんないですよ。実際自分でこう、プレイしてみてね、動かしてみないとね、分かんない部分っていうのがたくさんあって、はい。普通考えつかないですよ、こんな箱をね、うまく段差にしてあげて、はい、見てください。で、この、はい。箱を、はい、どうにかして手前に引くんですけど、ほら。今これ箱が、はい、引けるようになりました。で、これで階段を作ってあげて、奥の箱を一つ、はい、通路に上げて、こんな感じで押してあげて、通路に落としてあげて、姫が通る道を作るって感じです。これすごいですよ、はっきり言って。絶対これ、これ本当に一発でクリアできる人いたら本当天才だと思いますもん。で、この微妙な針があるじゃないですか。ここで何回もやりたいんですよ。このステージ敵がいないから負けるわけないだろうって感じなんですけど、違うんですよね。で、この箱が微妙に、はい、上がなってるじゃないですか。段差ができていて、ここで下をね、落とすと上の箱がどこかの部分の上に落ちてくるってことがあって、これで何回も、ね、負けてるんですね。はい。ここで姫が奥に行きました。という感じでさせました。箱を落としたじゃないですか。これ使うんですよ、まだ。で、箱は2個使うか1個使うかって形なんですけど、これ2個使わないと、はい、ダメなんですよ。高さが足りなくなるんで。それ何回もやり直しましたね。はい、で、この微妙なトゲですね。いやらしいとこにあるんですけど、こいつ何回も当たって、はい。涙を飲みましたよ。しかも一回うまくいったんですけどね。はい。動画が撮れてなかったってことがあって。ちょっとこれは言わなくてもよかったかな。そんなこともありながら、ここまで来ましたね。で、姫なんですけど、これね、微妙にね、調整してあげないといけないですね。動かして、はい、そうです、はい。落としたところが箱の上になるようにしたいですね。なので箱をね、奥の方に動かしていってって感じですね。あー、まあこのままいけるかな。ダメージ食らうだろうこれ。ダメージ食らっちゃうだろう。これだと、あ、大丈夫ですね。これだとちょうど、はい、箱の上に姫がいるんで、はい、ちょっと慌てましたけど器用に行きました。はい、この面クリアですね。外も明るくなりました。これでこのステージクリアですね。はい、3分かかりましたよ。この一面クリアするのに。はい、ムービーが入りました。ああ、はい。全自動で、まあ、姫が捕まりましたよ、と。こいつは？おお、ついにお前と戦うことになるのか、レディー・ダーク。はい、さっきと、はい、の戦い、そう、進撃の巨人ですね、これ。はい、ショートアニメが始まりましたけど。ああ、はい、はい。おお、こう。なんていうか、すごいですね、なんていうか。言葉は選びますけど、結構ダイナミックですね。あ、死神くん召喚してきました。ちょっとこいつを邪魔ですね。まあ、こいつも蹴散らして、ああ、ビームがどっかから来ました、これ。多分この、ああ、フリーザみたいですね、はい。あ、こうやって指先からビームを飛ばして、こっちを攻撃してくるって感じですね。怖いな。
このハートに加わるとどうなるんだろう。わあ、おお、スワイプしてって感じですね。ちょっとこれこいつ好きねえぞ、どうしよう。多分このローテーションでこっちをこっちに攻撃していくんでしょうけど、どこで攻撃すればいいんだろう。ああ、はい、ここから、はい、どうだ。あ、ちょっと微妙なダメージ入りますね。でもこれそうですね、ああ、ちょっとこの死神くんからダメージ食らうと僕の精神的ダメージが大きいですね。はい、あ、この、はい、このフリーザが使ってくるやつを、はい、かわしながらって感じですね。あ、こいつは時間で消えますね。死神は時間で消えるんで、この間にこう攻撃しつつって感じですね。ああ、遠くに飛ばされました、ハートで。あ、見てください、このドクロ君の顔が微妙にエロい顔になってるじゃないですか。はい、これ微妙に引き寄せられてるんですね。はい、ちょっとやり直しましょう。はい、ちょっとダメージ食らっちゃったんだね。そうなんですよ、はい。何回もやり直せるんで、はい、挑戦しましょう、何回も。はい、微妙なトイレタイムを挟みつつ再開します。コインを取って、はい、もうね、一回見ちゃうとね、もう動きは、はい、読めてるはずなんで、まあ、とか言いながら、まあ、微妙に歩幅とか気をつけなきゃいけないですけど。このレディーダークは普通になんかパズドラとかにいてもおかしくないデザインですね。なんか、コラボするとコラボしたら多分ガチャ回してたかもしれないですね。結構パズドラね、課金してたんで、はい。ちょっとやってましたね、友達と一緒に。はい、このレーザーもね、動き見てしまえば、はい、指先の動きみたいなのかわせるんで、まあ、ちょっとでもダメージは耐えたいですね。おお、ちょっとまあ間違えたガチョーク使ってました。このタイミングですね、このタイミングだと攻撃与えられるかなって感じですけど、ちょっと短いですね。ちょっとあの、今回もちょっとまた見ていきましょう。ちょっと長期戦になるかもしれないですね。どうだ、まあ、微妙にダメージ与えるんですけど、はい、ピヨった時に与えたいですよね。ちょっとこれをね、ちょっとカウストに集中したいですね。微妙にね、ビーム打つ時に声出してくれるんで助かりますね。ちょっとこの声好きですね、僕。このレディーダークの声好きですね。まあそういう、まあ、敵なんでね、まあそういう打席はね、今回は捨てましょう。あー、これかわせないかな。まあスワイプするだけなんで、はい、早くやりましょう。で、まあ、おじいものはってこいです。お、ピョンいました。ダメージ入りましたね。ここで一気に叩きたいですね。あー、ちょっとでも、前回の、はい、サーバントと比べると、ピョン時間が短いですね。というか、サーバントは、はい、爆弾でダメージ入ってたんだっけ。シェフですか、あの、結構、ピョン時間が長かったのは。この状態でもダメージ入るんですけど、やっぱりピヨった方がいいですね。ピヨらせた方がいいですね。もう分かりました、僕、あの、あと一発食らうと負けるんで。はい、ビームをうまく引き寄せつつ、まあ死神くんを骨で弾きながらって感じですね。こいつはどうせそうですね、レディーダークが、はい、急速猫を噛むです。もう、はい、もう追い詰められてからね、この進化発揮するっていうのはかっこいいですね。もうこれ倒したらかっこいいですね。あと一発食らうと負けですからね。これどうだ、いけるか。ああ、惜しかった。もうね、お互いあと一発一発ですね。はい、ヒリヒリしますね。なんかこうゲームやってるって感じがしますね。いいだろう、もうここで決めちゃえ、もうここで決めろ、ここで。ああ、倒せました。まあまあないと結構なんか嫌ですね、この絵は。なんかこう、この絵は僕は好きじゃないです。はい、なんか勝てましたけど、この絵は好きじゃないですね。ムービー入りました。少しかわいそうですね。うん、姫は先に進めましたね。はい、ん、どうしたんだろう。よいしょ。あっ、あれ、この足はなんてこった。姫じゃない、レディーダークは分身でしたね、これ。はあ、さあ、そうですよね、まだまだ中盤ですからね。おい、待ってくれ。
姫が先に進んだんでドクロ君が後を追いますね。はい、この面も繰り出しました。次は魔界の庭園というクリアだエリアらしいですね。まだクリアしてません。魔界の庭園というエリアですね。今回はこの辺で終わります。高評価チャンネル登録お願いします。ドクロ君も踊っています。はい、いやーギミック今回難しかったですね。終わります。